ドコモプロシリーズ L-03C は LG エレクトロニクスによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモプロシリーズの端末、同時期に発表されたドコモプロシリーズ SH-05C と共に高学ズームレンズカメラを搭載した携帯電話である。なお、日本で初めて高額ズームレンズカメラを搭載した携帯電話は、 v 6 0に s h である。振動式レンズに大型のシャッターボタン、シリンダーによるズーム設定、写真を撮りやすいように膨らみのある皮割りのカメラグリップを用意するなど、一見携帯電話にカメラがついたというよりも、コンパクトデジタルカメラに携帯電話機能がついたといったデザインとなる。コンパクトデジタルカメラと同等の1、2.3型と、 大型の CCD センサーを搭載した光学ズーム対応のレンズは 35mm から 105mm のペンタックス製の振動式レンズ採用し、ズームを行うたびにレンズが伸びる。またカメラの内蔵モジュールは採用電気製となる。いずれ感度は最高3200相当あるほか、フラッシュにおいてはこれも日本の携帯電話としては初となる。 高輝度 LED より約4倍の光量を持つキセノンフラッシュが採用されているため暗所での撮影、夜景の撮影なども専用のデジタルカメラ並みの撮影が可能となる。またシャッタースピードも最高一1500秒と高速で高感度 CCD と合わせることにより高速に動いている被写体に対しても強い。通常時はレンズはカバーに覆われており撮影する際 自動でカバーが開く仕様となる。カメラの操作はタッチパネルを使うことが多く、オートフォーカスの焦点の変更や速攻操作などもタッチパネルを使って行う。撮影モードも様々で、パノラマ撮影、肌の色を補正する、スマイルショット、ビューティーショット、ハイスピードショット、音声付けショット、モノクロ撮影モードなどにも対応している。筐体のデザインは前述の通り、 コンパクトデジタルカメラそのものであり、テンキーなどもない。端末の基本的な操作は3.0インチの大型液晶面のタッチパネル操作で行う。タッチパネルは静電式になっている。待ち受け画面などは通常の携帯電話とは違い、機能やアプリケーションごとに複数のアイコンが表示されスマートフォンのようにスクロール、タッチで機能を選択する。文字入力なども タッチパネルのソフトキーボードを使って入力することとなる。LG On スクリーンフォーンというアプリケーションをパソコンにインストールすることで、Bluetooth を使ってパソコン上で L-03C を操作することができる。この機能を使うことで、iMode メールやドコモウェブメールなどのメール作成なども行うことができる。実際カメラ機能に特化しているため、ワンセグやお財布形態、 GPS の機能は搭載していない。しかしそれ以外は、通常の i モード携帯と基本は同じであり、i モード接続や、i モードメール、i アプリなども利用できる。Bluetooth や GSM を使った国際ローミングも利用可能となっている。また i モード端末としては珍しく従来の充電端子ではなく、マイクロ USB が扱われている。必要に応じて、 ドコモマーケットなどからダウンロードし、インストールすることが可能である。ありがとうございます。